ジェームズ・ティプトリー・ジュニア、ジェームズ・ティプトリー・ジュニアはアメリカ合衆国の女流作家、SF 作家。本名はアリス・ブラッドリー・シェルドンで別ペンネームとしてラクーナ・シェルドン。女性であることが世間に知られるようになったのは1977年のことである。1915年、アリス・ブラッドリーとしてアメリカ合衆国シカゴのシカゴ大学にほど近い。 ハイドパーク地区で生まれる。父は法律家で探検家のハーバード・ブラッドリー。母は小説や旅行記を書いていた作家のメアリー・ブラッドリー。幼い頃から両親と共に世界中を旅した。子供時代の大半をイギリス植民地下のアフリカ、インドで過ごす。アフリカでは野生のゴリラを見た最初の白人女性の一人になったとのこと。10歳にして、 グラフィックアーティストを志し、16歳の時にはすでにアリス・ブラッドリー・デイビーの名で古典を開いていた。さらに1941年から1942年にかけてはシカゴ・三ンで美術評論記事を書いていた。大学在学中に最初の結婚をするが、妊娠中絶相波手術の失敗によって子供が産めなくなったことをきっかけに、1941年に 離婚をしている。1942年、アメリカ陸軍航空軍に入隊し、ペンタゴンにて写真解析部門に勤務。1945年に、ハンティントン・ディ・シェルドンと再婚し、1946年に、軍を辞め、夫と共に起業している。同年、ザ・ニューヨーカー氏の11月16日発売の号に、最初の小説ザ・ラッキー・ワンズが掲載されている。 この時の作者名はアリス・ブラッドリーだった。1952年、夫と共に CIA に招かれ、そこで働き始めた。なお、早川文庫版、愛は定め、定めは、詩の解説では、52年、CIA の発足と共に、その設立に力を貸す。要政府から要請されるとあるが、チャールズ・プラットによる1983年のインタビューでの、 ティップトリーの古代な表現による誤解であり、CIA はその時期より以前に創設されている。なお、ジュリー・フィリップスによるティップトリー表現によると、彼女は CIA では重要な役職にはつかなかった。その後、彼女の方は大学に戻るため1955年に CIA を辞めている。CIA を辞職後、アメリカン大学で学士号を取得し、 ジョージ・ワシントン大学で実験心理学を専攻、1967年に博士号を取得。この時の研究テーマは、異なる環境における目新しい刺激への動物の反応だった。この博士試験のストレス解消のために SF 小説を書き始めた。その後、同大学で実験心理学の講師を務めるが、1968年、身体を壊して辞職。 彼女は性的思考に従った複雑な関係を持っていた。私は一部の男性はとても好きだが何も知らない頃から私に火をつけるのはいつも少女や女性だった自分の今後について特に確信もないまま SF を書き始めた。ペンネームとしてジェームズ・ティプトリー・ジュニアを使い始めたのは1967年である。ティプトリーは マーマレードの瓶にあった言葉でジュニアをつけたのは夫のアイデアである。インタビューで彼女は男性的な名前はうまい偽装のように思えた。男の方が落とされないという感じがした。これまでの人生で女だからという理由で職業的に散々ひどい目に遭ってきたからと語っている。1968年作家としてデビュー。最初に活字になったのは アナログ誌に掲載されたセールスマンの誕生をだが、博士試験中に書いていた4編がすべて採用されてしまったため、本当の処女作がどれなのかはよくわからない。その後、骨太な作品を発表する人気作家となり、筆名が男性名なこともあり、最も男性らしい SF 作家と評価された。男性と女性の性を中心的なテーマにした短編ながら、 深い味わいを持つ作品が多いことが特徴。このペンネームは1970年代後半までうまく機能していた。ティップトリーがペンネームであることは知られていたが、それは情報関係で働いているためだと理解されていた。読者も編集者もティップトリーは男だと仮定することが一般的だった。中には作品テーマから女性ではないかと推測する者も,もいた。ティップトリーは 公の場に姿を見せることなく、ファンや他の SF 作家とは手紙で定期的にやり取りしていた。プロフィールの詳細を聞かれた場合、性別以外は率直に明かしていた。上にあるようなことは、ティプトリーの書いた手紙でも触れられていたし、公式の経歴にも書かれていた。母が1976年に亡くなると、ティプトリーとして母も作家だったがシカゴで亡くなったことを明かしている。 そこで、ファンの間でティプトリーの母親の死亡記事探しが始まり、間もなく、すべてが明らかになった。何人かの有名な SF 作家は当惑させられることになった。ロバート・シルバーバーグは、愛は定め、定めは死の序文を書く際に、同短編集に収録された短編を吟味した上で、ティプトリーは、決して女ではないと結論づけていた。ハーラン・エリスンは、 自身のアンソロジーアゲーン、デンジャラスビジョンズに収録したティプトリー作品の紹介で、今年一番の女流作家がケイト・ウィルヘームなら、それを迎え撃つ男性作家はティプトリーであると書いていた。シルバーバーグの文章は、ティプトリーの性別が議論の対象となっていたことを明確に示しているという一面もある。シオドアスタージョンは、ジェームズ・ティプトリー・ジュニアを例外とすれば、 最近の SF 作家でこれはと思うのは女性作家ばかりだとある SF 大会でスピーチしていた。性別が明らかになってもその才能の評価については本人が思っていたほど悪影響がなかった。実際1977年には別のペンネームである楽ナ・シェルドン名義の螺旋うじばえ解決法でネビューラ賞を受賞している。本名が明らかになってからも 約10年間、ティプトリーノ名で作品を発表し続けた。1987年5月19日、老人性地方症が悪化した夫を、前々からの取り決め通りにショットガンで射殺し、自らも頭を打ち抜き自殺した。71歳であった。発見された時、ベッドに並んで手を繋いだ状態で横たわっていたという。電気作家、ジュリー・フィリップスによれば、シェルドンが残した遺書は、 数年前から用意されていたものだったという。1980年代前半のチャールズ・ブラッドとのインタビューで、ティプトリーは感情的な問題と自殺未遂の経験があることを明かしている。実際彼女の作品の多くは暗く悲観的な要素を含んでおり、後付けで考えれば彼女が内面に抱えていた感情的問題が反映されていたと見ることもできる。 ティップトリーニッチなんで、ジェンダーへの理解を深めることに貢献した SF ファンタジー作品に贈られるジェームズ・ティップトリー、ジュニア賞が創設された。なお、2006年に出版されたティップトリーの評伝、ジュリー・フィリップス、ジェームズ・ティペトリー、ジュニア、ザ・ダブル・ライフ・オブ・アリス・ビー・シェルドン、ストリート・マーティンズ・プレスは、ヒューゴー賞の関連書籍部門を受賞、全米非評価協会賞を受賞している。 ティップトリーは多彩な作家であり、様々なスタイルやサブジャンルの作品を書いている。テクノロジーに注目したハード SF 的な側面と社会学や心理学に注目したソフト SF 的側面を兼ね備えていた。同時にニューウェーブ運動の実験的スタイルの作品も書いている。平凡な作風の小説をいくつか書いた後、彼女は1969年の エイン博士の最後の飛行で初めて高く評価された。地球の生態系の破壊を懸念した科学者が人類全体を葬ろうとする話を同情的に描いた話である。彼女の作品の多くは若い頃に読んでいたスペースオペラやパルプマガジンに載るような話に似ているが、全体的に雰囲気はもっと暗い。登場人物が宇宙旅行すると大きな精神的疎外感を味わったり、 波外れた体験によって何かを成し遂げるが同時に死も招く。ジョン・クラトはティプトリーのビジョンのやるせない複雑さに注目し、ジェームズ・ティプトリーの作品は直接的に死を描いたり、心やすべての希望や種の死で終わるものがほとんどであって、そうでない物語は滅多にないと結論付けた。例えば、苦痛思考という作品では宇宙探検家が痛みを感じなくなるが、 そのような生活が耐えられないことを発見する。一瞬の命の味わいでは、遠い惑星上で人類の真の目的が見つかり、個人の人生が完全に無意味となる話である。もう一つの大きなテーマは、自由意志と生物として決定されていること、さらには、性欲との引っ張り合いである。愛は定め、定めは、死は、人類が全く登場しない珍しい SF で、 異性の生命体の本能と理性の葛藤を描いている。螺旋内場へ解決法は性的な精神異常による殺人が蔓延する社会を描いている。ティップトリー作品では性は率直に描かれており、時に冗談めかしているが、大概は威嚇的である。蘇生が明らかになる前のティップトリーは男性 SF 作家としては滅多にないほどフェミニストだとよく言われていた。 特に、男たちの知らない女では、二人の女性が異星人と、遭遇し、誘拐されるのではなく自らの意志で地球を捨てて、異星人についていく。ヒューストン、ヒューストン、聞こえるかでは、女性だけの社会が描かれており、その様子からはもっと多義的な立場であることが伺える。二つの長編を書いているが、評価は短編の傑作ほどではない。ありがとうございます。